Thank you.
ージが現れた。応戦するぞ。チャリア邪魔だ。悪くないぞ。はぁ、食いしばれ。悪くないぞ。おお、なかなかやるな。いでよ。食いしばれ。どっけ。こんなもんか。
最後の一服。かけらの反応だ。見逃すなよ。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございます。店長もか。次の敵が来るぞ。どうだ。やっ、てや、倒れろ。とりゃ、どけ。やっ、せや。ふっ、た。ちゃんと。やっ、てや。この。どうだ。ふっ、た。ぐりゃ。やっ、とりゃ。危ないところだったな。
食いしばれ。こんなもんか。やっ、また災い壁だな。入れよ。はあ、食いしばれ。こんなもんか。やっ、正面に敵がいるぞ。油断するな。どうだ、邪魔だ。
災いだ。気をつけて対処するんだ。邪魔だ。悪くないぞ。この光が白血鏡だ。だがなんでこんな場所に。もう少し別の場所に置いてた気がするんだが。これでよし。さっきの場所に戻ろう。この白血鏡で白血壁が開くはずだ。おお、無駄足じゃなくてよかった。あ、でも白血鏡こんな適当に置いてて問題ないのかな。まあ万が一のために家の鍵を植木鉢の下に隠してるようなものと思えば。え、災いは何をしているの？しまった、間に合わない。あ、壊された。被害の拡大を防ぐんだ。早くこの先の敵を倒そう。でかい奴が現れたぞ。油断するな。邪魔だ。やっ、とりゃまだまだ。やっ、やっ、てらどっけ。やっ、せやこのデカブツは強い。かなり手強いよ。畜生、俺が元の姿に戻ることさえできれば。困っているようだね。店長、黙って見てないで助けてください。慌てるんじゃないよ。そのペンダントはとても。そのペンダントには災いからエネルギーを吸収し蓄えることができると言っても、今はゆっくりエネルギーを蓄える暇もないようだね。仕方ない、少し待っておくれ。店長、早く早く。せかすんじゃないよ。この作業は慎重さが必要なんだからね。
大サービスだよ。ユモ、今からエネルギーを補給するから私の言う通りにやってみな。了解。今なら100、いや 120% の力を出せる。この服一体何なの？こんな服着てたらお嫁に行けなくなっちゃうよ。失礼だね。この私が心を込めて開発した一丁羅だ。攻撃力と防御力が飛躍的にアップする優れものだよ。そんな問題じゃないよ。こんな恥ずかしい服生まれて初めてだよ。恥ずかしいとはなんだい。私のこの流行の先端を行くデザインがあんたにはわからないのかい。店長、一体何を参考にデザインしたんだ。どこがおかしいって言うんだい。あんたにはわからないだろうね。もういい、とっとと敵を倒しに行ってきな。はい、わかりました。でもこの服なんとかならないかな。はっ、食いしばれ。はっ、チャリア。ちょっと。どうだ。お願い。はっ、食いしばれ。倒れろ。今なら100、いや 120% の力を出せる。 120%、 やらせて。はぁ、食いしばれ。こんなもんか。やらせて。はぁ、食いしばれ。こんなもん。邪魔だ。やっと片付いたな。まさか災いが龍脈石を探し当てるとは。災いに壊されたあれが龍脈石なの？ああ、以前お前さんに渡した欠片の元だ。次元の安定にも大きく関係している。一つ壊されるたびに次元の亀裂の発生確率が高まるのさ。そこで話してても仕方ないよ。今のところ何も異常はないようだから、とりあえず戻ってきな。リーオおじさんの言い方だと、龍脈石は一つだけじゃないってこと？そうだ。優先町内で言えば数は少なくはない。ただ災いが攻撃するなんてことは稀なんだが、嫌な予感がする。万が一だ。店長の言う通り、まずは店に戻ろう。最後の一服たまらん。店長、さっきの様子を見ただろう。災いが自ら龍脈石を攻撃してるようだが。見たけどね。災いが意味不明な行動するのは今回が初めてじゃないだろ。おいおい、一つ壊されたってのにのんきなもんだ。俺はまた野生の感慨。科学的精神持たないか。科学的精神を。ただの勘じゃないさ。何やら尋常気がしてな。その筋肉バカ発言も飽きたよ。店長、どうしたんですか？ん？何か気になるのか？ああ、いやいや、数値の見間違いさ。
私の方でもう少し調べておくよ。あんたらも疲れたろ。早く休みな。ユマも朝から寝不足って言ってたじゃないか。あ、それじゃお先に帰りますね。リーおじさんと店長も早く休んでくださいね。はあ、バスが着いちゃった。バイトに行きたくないな。ああ、面倒。あ、でも元の体質に戻すためにおとなしく行くしかないか。それに僕が行かないとまた勝手に何をされるかわからないしね。入脈石のかけらの反応あり。周囲を調べるんだ。やあ、よく来たね。また来ておくれよ。やあ、また来ておくれよ。やあ、よく来たね。やあ、よく来たね。やあ、よく来たね。お決まりですか？お決まりですか？また来てくださいね。お決まりですか？また来てくださいね。お決まりですか？また来てくださいね。お決まりですか？の前に突っ立ったままで。よう、店長が外でお前さんを待ってろってな。近頃優先町内の様子がおかしいが、店長の方ではまだ異常を見つけられなくてな。だから俺たちにもっと足を使ってあちこち見回りをしろってことさ。そうなんだ。混乱人って意外なところで地道なんだね。な人間の言葉でもあるだろう。捜査の基本は足ってやつさ。若者よ、歩け歩けさ。利用おじさんってそういうところがおじさん臭いよね、発言も。はいはい、行きますよ。
この数値の増減、極端すぎる。お嬢さん、集中してるみたい。邪魔しない方がいいかな。なぜ数値が安定しないんだ。あいつのせいか。何タラタラしてるんだい。待ってよ母さん、なんか眠くてさ。またそんなことを。毎日寝てばかりぐーたらしてるんじゃないよ。そんな言い方ないだろう。俺がここのところ夢見が悪くてあまり眠れてないの知ってるだろう。まあまあ、二人ともこんなくだらないことで喧嘩はやめなさい。くだらないって何さ。私だってあまり寝れてないんだ。それを言い訳にしてるのが許せないのよ。うわあ、すごい喧嘩だね。穏やかじゃないな。いつもは仲のいい家族なんだが、しばらく口を挟まない方が良さそうだ。先に他の人から話を聞いてみよう。お、あそこにいるのはメイだな。一人で店番してる。よ、メイ。今日はお前だけか。ばあさんはどうした？おばあちゃん、最近眠れないみたいで、睡眠不足のせいで転んじゃって。今は家で休養中よ。そうか。お大事にって伝えてくれ。なんか眠れないって人多いね。不眠症って伝染するのかな。私もわからないけど、お客さんたちも寝不足みたいでイライラしてる人も多くて。そうなのか。大変だな。他に何か変な噂を聞かなかったか。そういえば、あっちの果物屋台に泥棒が入ったって聞いたわ。泥棒って、許せないよ。早速行ってみよう。甘いよ。甘い果物はどうだい。ばあさん、久しぶりだな。泥棒が入ったって聞いたんだが、大丈夫か。あら、リオ、そうなのよ。青い服を着たお兄ちゃんが近寄ってきて、そのまま果物を持って行っちゃったのよ。それって、泥棒じゃなくて。すぐに追いかけようとしたけど、一瞬で見失っちゃってね。そんなに足が速いの？私も夜年並みには勝てないね。膝もだんだんダメになってきてるし。そんな弱気になるなよ、ばあさん。他に何か気づいたことはないか。気づいたことね。ああ、そうだ。あの泥棒を追っかけてる最中、たくさんのコウモリを見かけたよ。まあ関係ないと思うけど、一度にあんなたくさん見るのは初めてだからね。コウモリね。どこに飛んでいったのかわかるか。ガビ街の方に向かっていったね。そういえば、客も最近あそこでよくコウモリを見かけるって言ってたね。じゃあ行ってみるか。ばあさんのために果物泥棒をとっ捕まえよう。本当かい？嬉しいね。おじさん、これってやっぱり災いと何か関係あるのかな。俺もわからん。
だが困ってる人を見過ごせないからな。とりあえず行ってみよう。確かにコウモリが多いな。おじさん見て、みんな一箇所に向かってるよ。うん、この建物は普段はコウモリがこんなに集まるはずがないんだが、だが次元の亀裂も出現してる。やはり行ってみるしかないな。もちろん操作の基本は足だからね。そうだ、よく言った。ってもしかして闇か。おじさん考えすぎ、行こう行こう。もしもし。あ、店長さん、龍脈石の調査うまくいってます？勘が良すぎるのも考えものだね。いきなりそれを言ってくるとは。店長、俺たちの方で異常が見つかった。そっちでは何か分かったか？この前あんたが言ってた通り、確かに優先町内でただならぬ力が観測された。あんたたちに何かあったら面倒だから、ジョーちゃんのペンダントの強化機能忘れずに使うんだよ。店長、僕頑張って強化するから、そしたらもうあの変な服を着なくていいですか？バカ言ってるんじゃないよ。あの服は最高級の機能なんだ。強化機能は少しばかり戦いが楽になるだけだ。ちぇ、でも試してみますよ。少し楽になるだけでも、あの服を着る回数が減ったらいいな。あ、そうだ、ちょいと先に食い物を買いに行きたいんだが。どうして？このタイミングに？頼む、そんなに時間を取らないからさ。
おじさん、何買ってきたの？急に済んだから。いいじゃないか、俺の習性ってやつだ。腹が減っては戦はできぬって言葉知らないのか？だから俺はピンチになってもうダメだと思ったら自分に言い聞かせるんだ。いかん、ここでやられたらうまいものが食えなくなるってな。しかもこの俺がいなくなったらじいさんやばあさんたちの憩いの場がなくなるじゃないか。そんな風に思うと不思議と力が湧いてくるんだ。でも本当に食べることばかりだよね。おいおい、そんな単純なものじゃないぞ。どうだか。でもおじさんがこの町のために頑張ってるのは分かってるから。ふん、ここでのいろんな思い出が俺を奮い立たせてくれるんだ。まあ、いつかはユモにも分かるようになるさ。それより僕は高校卒業できるか心配なんだけど。あとこの体、元に戻るのかな。そうだな、少女よ頑張れ。ユモ、飯を食ったばかりだがちょっと店に戻ってくれないか。リーオおじさん、おな…ユモ、ちゃ…だって、お店に何か用事があるの？このまま次元の亀裂に行くんだと思ってたから。いやまあ、そうなんだが、俺に妙案があってな。妙案？それはだな、今は優先帳ではあんなちまっこい姿になってしまうが、お前さんがペンダントをもっと使いこなせるよう鍛えに鍛え抜いたら、俺はどうだ、ユモ、このリーオーおじさんの愉快な訓練に挑戦するか？そういうことね。あまりきつくないといいんだけど。じゃあひとまずコンビニに戻ろう。正面に敵がいるぞ、油断するな。よっ、いでよ。はぁ、食いしばれ。こんなもんか。チッ、災いだ。気をつけるんだ、ユモ。
こんなもんか。災いだ。気をつけるんだ、イモ。最近の若いやつはすごいな。食いしばない。やった。よろしく。食いしばない。こんなもんか。やっ。お願い。食いしばない。やっ。いでよ。食いしばない。今なら100。いや、120%の力を出せる。シャッター。